皆さん、こんにちは。2023年8月にご結婚を発表された羽生結弦選手、その結婚相手がバイオリニストの末延真由子さんと判明しました。末延真由子さんは小さい頃から華やかな経歴の持ち主で、ご実家もかなりのお金持ちのお嬢様と噂です。そこで今回は末延真由子さんの実家がお金持ちという噂や両親の職業について、末延真由子さんの経歴や学歴、兄弟、家族構成、またあの大物歌手矢沢永吉に認められた実力についてご紹介します。最初に末延真由子さんの学歴を小学校から見てみましょう。末延さんの出身小学校は山海大学教育学部附属高小学校国立です。瀬戸内海国立公園の中に立地した自然に恵まれた環境です。クラブ活動ではフィッシングクラブや山での冒険クラブなんかもあるそうで、子供にとっては自然も学べる最高の学習環境です。そして学習面では、これからのグローバル化していく社会に対応していくため、1年生の後期から外国語も学んでいるそうです。また末延さんはプロになってから地元の小学校で演奏なども行っています。子供たちにとってはプロの演奏が聴けることってそうめったにないことなので、いい経験になったでしょうね。末延さんの出身中学校は山口大学教育学部附属高中学校国立です。小学校と同じ敷地内にあります。偏差値は56と山口県内ではトップクラスです。末延さんはバイオリンだけではなく学業もしっかりされていたんでしょうね。そして高校に進学のため山口県を離れます。末延さんの出身高校は東邦女子高等学の偏差値は56です。中学校と併設されているので内部進学者がほとんどの高校です。なので音楽科自体も外部からの入試で、入ってくるにはかなり難関と言われています。そもそも相当自信がないと受験しないという感じだそうです。末延さんもそれなりの自信があったのと、しっかり中学時代に学んでこられたんでしょうね。末延さんの出身大学は東邦学園大学音楽学部は高校と同じ敷地内にあります。私立の音楽系大学では有名校ですね。卒業生ではバイオリニストの高橋千佐子さんが有名です。その他にもピアニスト、ミュージシャン、作曲家と多くのプロアーティストを輩出しています。では次に末延さんの経歴を見てみましょう。末延さんがバイオリンと出会ったのは4歳の時、友達とバイオリンのレッスンを見学に行ったことがきっかけです。でもバイオリンには全く興味はなかったそうです。その見学でいきなりバイオリンを構えさせられたそうですが、構えることもできなかったそう。末延さんはプロになってからは表現力豊かな演奏をされますが、子供の頃は内気で自分の感情を表に出すことができなかったそうです。そんな姿を見ていた祖母が、何でも書いていいノートという素敵なノートを作ってくれました。そのノートをいつもそばに置いて、思ったことを素直に書くことで心のバランスをとっていたそうで、当時ノートは私にとってとても大きな味方でしたと語っておられます。家族のサポートが末延さんにとってバイオリンに打ち込む際の大きな味方だったんですね。末延さんが小学4年生の時、これまでの中で一番大きいコンクールのオーディションがありました。そこで門下生の中で末延さん一人だけ落選してしまいます。その経験から教訓を得ます。常に悔しい思いを持ち続けること、あの時の悔しさを忘れずに練習し続けること、その教訓と、自分にはバイオリンしかない、バイオリンでは誰にも負けたくない、そこから練習量を増やし必死になり、いつの間にか自信がつき、心のバランスも取れるように、いつしか祖母にもらったノートに代わり、バイオリンが自分を表現できる大切な存在になったそうです。そして1998年、小学6年生の時、日本クラシック音楽コンクール全国大会小学の部最高位に輝きました。そして順調にバイオリニストとしての階段を上っていきます。2008年、末延さんはシャネルピグマリオンデイズに選出されます。毎年5名のクラシック音楽の演奏家や歌手を公募で選出しています。そこでサロンコンサートのようなスタイルで演奏の実践的な経験を積み、
自己表現力やコミュニケーションスキルを磨きます。そこで日本を代表する演奏家や歌手が育っていくというものです。末延さんもこのシャネルピグマリオンデイズに選出され、経験を積み世界へ羽ばたいていったんですね。2012年12月開催されたフィギュアスケート全日本選手権を皮切りに、四大陸選手権、世界選手権のフジテレビ系列プロモーションアーティストも務められていました。末延さんがフィギュアスケートに魅了されたのは、20代前半で見たスターズオンアイスでのトップ選手の演技を見たことがきっかけです。トップスケーターの表現を追求する姿に感銘を受けたといいます。その影響で末延さん自身のバイオリンでの表現も進化していったそうです。末延さんのバイオリンはクラシックにこだわらず、ポップ S やロックなどジャンルを問わずに様々な音楽に挑戦していきました。そしてあの矢沢永吉さんとの出会いが、2014年、末延さんは矢沢永吉さんのバックメンバーとして全国ツアーにも参加されています。また矢沢永吉さんのディナーショーにも出演し、矢沢永吉さんのファンの中でも末延真由子さんはちょっと知られた存在なんです。末延さんが初めて矢沢永吉さんと会った時、演奏を聴いてもらった後にこう言われたそうです。君は今までどこに隠れていたんだ。矢沢永吉さんにそう言われた末延さんは、私の音楽を認めていただいて、自分が見つけた新しい感覚に間違いがなかったことを確信できましたと語っています。今まで信じてやってきたことが実った瞬間だったんでしょうね。矢沢永吉さんのツアーに参加したことは、末延さんにとってさらなる進化の場であったのではないでしょうか。そんな末延さんには、ご実家がお金持ちでお嬢様という噂があります。そのように言われる理由は以下の通りです。お嬢様学校、東方女子出身、幼少期から多くの習い事、達筆で書道も有段者、小学生の頃からコンクールで数々の賞を受賞。一つずつ詳しく見ていきましょう。一つ目はお嬢様学校出身という点です。先述しましたが、末延さんはお嬢様学校と言われている東方女子高等学校出身です。大学も東方学園に進学しご卒業されています。末延さんは東方女子高等学校の音楽科に通われていたので、そこの学費を調べてみました。入学金を含め初年度の学費は1,467,400円という結果でした。高校3年間で3,504,000円ほど学費がかかることになりますね。学費とは別に楽器などの費用もかさむでしょうから、お金持ちでないとなかなか通うのは難しい学校のようです。また外国人教師などの特別レッスンなどでは別途授業料が必要だそうです。2つ目は幼少期から多くの習い事をしていた点です。末延さんはインタビューで様々な習い事をしていたことを公言しています。ピアノにバイオリンに音楽に触れることが多かったようです。小さい頃から多くの習い事ができるのはご実家が裕福な可能性が高いですね。ちなみにバイオリンもお金持ちの習い事のイメージがありますが、やはり費用も多くかかるようです。3つ目は達筆で書道も有段者という点です。幼少期から習い事をされていた末延さんですが、末延さんは書道も習っており、8段かつ師範の資格を持っていらっしゃるようです。ピアノやバイオリンだけでなく書道など含め英才教育を受けてきたことが垣間見えます。何よりも師範の資格を持ち得まで継続されるところからも末延さんの努力家な面が感じられますね。4つ目は小学生の頃から数々のコンクールで受賞している点です。先述した通り、バイオリンは習い事の中でもお金がかかるものです。特にコンクールに1回出るだけでも1,3万円はかかります。それにもかかわらず小学生の頃から数々のコンクールに出場し受賞されているため、お金持ちなことがうかがえます。ここまでお金持ち要素があるとご両親の職業が気になりますよね。そこでご両親の職業などを調べてみました。現在末延さんの父親の職業についてははっきりと明かされていません。しかし建設会社の社長をされていた可能性が高いです。末延さんの地元山口県には末延建設
という建設会社があります。1918年から創業されている、歴史ある会社なようで、売上高も50億ほど。4代目社長の末延光明さんが2012年に急逝してから、5代目社長として末延義正さんが就任されています。末延さんのお父様は亡くなられているという報道もあったため、末延光明さんがお父様の可能性が高いですね。また5代目社長の三重義正さんは、次の項目でも詳しくご紹介しますが、三重朝優子さんの叔父にあたる人です。親族が社長を務めていたとなれば、末延さんの父親も社長を務めていた可能性もより一層高まりますね。社長となるとかなりの収入があったと考えられます。現在末延さんの父親の職業についてははっきりと明かされていません。しかし母親も同じ建設会社の勤めていた可能性も考えられます。末延さんの父親と思われる末延光明さんが社長就任直後、末延理恵子さんという女性が取締役会長に就任されています。もしかしたら奥さんではなくご兄弟かもしれませんが、可能性としては考えられるでしょう。末延さんの叔父である末延義正さんのご職業は大学教授でした。エリート一家ですごすぎますね。また前首相である安倍晋三さんとも青年時代から面識があったんだとか。そんな末延さんの兄弟や家族構成についてですが、末延さんのご兄弟や家族構成は、現在分かっていることは、父、逝去されている母、叔父がいらっしゃるという点です。また現在は仙台で羽生選手と住まれているようですが、お子さんはいらっしゃらないようです。末延さんは現在バイオリンの活動をフェードアウトしていっているようです。羽生結弦さんを献身的にサポートしていくということではないでしょうか。もしかするとそのうち会場で姿を見ることもあるのかもしれんせんね。今後のご活躍に期待しましょう。いかがだったでしょうか。今回は末延真由子さんの実家がお金持ちという噂や、両親の職業について、また末延真由子さんの経歴や学歴、兄弟、家族構成についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。